ペースランナウェイ、ロロランペルージって当時はどんな評価だったの？に対する、ネットの反応をお送りするよ。なんか極端に好き嫌い分かれてるイメージがある。特定のキャラのファンが過剰には見えていただけだし。よく知らないけどシャーリーの件で色々と言われてたんだっけ？シャーリー殺した挙句にそれを危機としてルルーシュに報告したのがな。これで完璧にルルーシュとファンの激流に触れたけど、最後は命をルルーシュのために使い尽くした点をどう再評価するかで割れる気がする。違う世界線だとシャーリー殺そうとして間違えてるルーシュ殺しちゃうからな。ヤンデレホモだし、死んでなかったら許されてないよ。ナナリーの居場所を奪ったからボロ雑巾のように使って捨ててやるって思ってた。今はちゃんと弟だと思ってる。言うて極端に分かれないイメージがあるな。ダメな人から BD 特典で爆笑する人まで。こいつが命捨てなかったらあの時にルルーシュ積んでたからな。正直こいつが報われて退場するのは引っかかるものがあった。ルルーシュにもシャーリーへの感情そんなもんかとなった。そんなこと言い出すとシャーリーも父親への感情そんなもんかってならん。そんなもんというか単純にルルーシュが人として丸くなってる。ルルーシュはほだされるとちょろいからな。大切な実妹ナナリー、無二の友であるスザク、敵対していたジェレミア、優しさを教えてくれたシャーリーとかとか。やられたことを考えると助けられたとはいえ末期に、お前なんて弟だと思ってない。最初から殺すつもりだった。って感じで絶望を与えて、死ぬのを見るくらいやってもおかしくないけど、それでもしっかりロロの望むだろう言葉を言って、内心気取られず満足に行かせてやったアマちゃんっぷり好きよ。嫌いな人は多いだろうけど嫌いな人でも作中で最後は、ルルーシュのために一番大事なシーンで命を散らして救ったから、嫌いきれないってなってるイメージ、罪が許されるわけではないが命をもって償った以上それ以上を求めることはできないし、居場所を奪われたくないから、危険なシャーリーを殺したりナナリーも見つけたら暗殺する気満々で、ルルーシュ追放の時は唯一味方になって命がけで逃がしたからな。本人が言っていたように良くも悪くもルルーシュのおかげで人間になれた。逆に言うとキリングマシーンだったからそりゃシャーリー殺したりするよなぁと納得してしまう。犠牲になったシャーリーはかわいそうだけど、その件に関してキリングマシーンと知っていながら利用してたルルーシュは文句言えないと思う。ぶっちゃけあのままシャーリー生かしてても劇場版みたいに黒の騎士団に関わらないって無理だしな。そのシャーリーを死なせてしまった部分は、ルルーシュの中でギアス教団殲滅したことである程度は折り合いつけられたんじゃないかと。でもってナナリーがフレイヤで東京ごと吹っ飛んだと思って自暴自棄になってたタイミングだったから、ロロが命を捨てて味方したことで多少ほだされた面はあったのではないかと推測してる。あの時のルルーシュって全て失った状態だからな。まあ憎い相手だったろうけどほだされるのも仕方ないタイミング。ルルーシュは情の男だから距離が近くなったらまああのラストになるよね感がある。ロロは雑巾だけどルルーシュの命を救って許された。好きな人はいない。視聴者全員に聞き取り調査でもしたの？ロロ好きだからシャーリーは生存することになったのにロロ退場は変わらなかった。総集編を受け入れられなくて、総集編も復活も見てない自分みたいなのも一応いるよ。劇場版ではシャーリー関係なくギアス教団襲撃でどの道ロロ使い潰す路線だったからな。ルルシャリ好きとしては絶対許さない派だったけど、それはそれとして別に嫌いなわけではない。俺は普通に好きだぜこいつ。キャラとしてちゃんと納得できる行動だし綺麗に収まってるから好きよ。ルルーシュの弟にこだわってるから邪魔するやつは殺そうとするし、ルルーシュの弟にこだわってるからどんな状況でも助けようとする。キャラとして一貫性があるのは大事よね。そんなにルルーシュの弟でいたいならまずナナリーから攻略しろよと思わないでもないが、育ちの関係上そんな発想に至らなかっただろうし、仮に至ったとしてもルルーシュが許さんわな。俺は嫌いだけど嫌いになりきれないそんな感じ。許す許さないとかじゃなくてそういうキャラって感じ。じゃあ奥義もそういうキャラとして受け入れて。ロロの場合幼い頃から教団育ち、家族もいない、暗殺者として使われてたから、まともに倫理観を学ぶ機会もなかったってので情状酌量されてる面もあるんじゃね。高校出るくらいまでは普通に暮らしてた奥義とかはその点ではむしろ厳しくなるし。シャーリーに関してあの場面のシャーリーの言動が何もかもやばい。ロロじゃなくても撃ち殺すわ。シャーリーは誰が悪いというよりタイミングが悪い。神様が殺しに行ってる地獄のピタゴラスイッチや。
大切な人間の命は自分の首絞めてでも守り抜くけど、大切じゃない人間はゴミのように扱う。兄弟やってたからか、良くも悪くも価値観がルルーシュと似通ってた。ロロは家庭がどうあれ、最終的にルルーシュの味方だったから、なんか許されてる感はある。ニーナとかわかりやすい。ニーナとロロを同じにするとかえってわかりにくいだろう。ニーナはフレイヤの被害を自分の罪だと認めて、その責任としてさらなる悪用を防ぐためにシュナイゼルと敵対イコールルルーシュの味方になったんだから、そもそもルルーシュが常に巨悪と戦ってる関係上、ルルーシュの味方になった後は多くが巨悪と戦ってて、立ち位置も功罪も敵だった時とは違ってる。いろいろ言われるが、蜃気楼で逃げる時に僕は鳥になるが流れる、あのシーンは良かった。死に際で許された感はあった。好きではないけど、許さんが嫌いではないって感じ。ぶっちゃけロロ以上に騎士団年中ヤバすぎて、そっちにヘイと向かってた。良くも悪くも執着心がすごいんだよな。こいつに限らずコードギアスのキャラってルルーシュの利になるか害になるかで、評価が180度変わりまくってたな。実際そうだな。ルルーシュ好きでスザクアンチの弟が終盤でスザク好きになったとか言い出してたな。そやないとオブゼロとしてのスザクはそれまでのウザクと違って迷いがないから完璧だし、カレンに対して逆ギレしてたところとか本音が言えるようになってて感動したよ。スザクが嫌われた理由ってルルーシュの敵だからというより、武力で現状を変えるのは間違いと言いながら武力で侵略してるブリタニア軍に所属する矛盾とかだからな。ルルーシュの敵でもブリタニア皇帝皇族ラウンズはあんまり叩かれてないし。兄さんは嘘つきだからは、兄さんはまた嘘を吐いたで、 V2 からコードを奪ったシャルルに重ねてるのかなとはほんのり思う。逆にそういう前提で考えると、こいつの扱いってめちゃくちゃややこしいのよね。ルルーシュに対しては忠実で献身的だけど、ルルーシュにとって大切な人間は平然と殺す。ルルーシュとしても最初はヘイト対象で、最後はほだされる。嫌いではあったけど、おい、こんな形で死ぬなよって悪意抜きで思える終わりではあった。奥義さんがこの戦争を終わらせに来た、カッコドンで全てのヘイトかっさらって言ったから。ロロやスザクは成長が見える展開なのに、奥義はハニトラ食らってるようにしか見えない展開なのがね。黒の騎士団を完全に信頼しなかったルルーシュもあれだけど、ゼロの正体知ってそうな敵国人かくまって孕ませるのはルルーシュ非難する資格ないわ。ロロはナナリーの座ってた場所に座ってる。マイナス50点、めちゃくちゃ敵の手先。マイナス50点、黒の騎士団に入隊する。プラス20点、シャーリーを殺す。マイナス5000点、ルルーシュを助けて死ぬ。プラス5000億点みたいなキャラ。ロロはルルーシュビブリタニアじゃないけど、ルルーシュランペルージの弟だったんだよ。